皆さんこんにちは。前回、マリオ関連の動画をアップしましたが、その時にもう一つ面白い話を教えていただいたのでご紹介します。というわけで、今回もマリオの都市伝説です。皆さんは、ゲームにはベータ版があるのはご存知だろうか？ベータ版とは、簡単に言えばサンプル品である。ゲームを正式にリリースする前に、仕様版を作るのだ。当然、製品版と比べると、バグが多かったり、ボスとなったキャラが登場したりする場合もある。ゲームのイベントなどで、新作のベータ版で遊べることもあった。さて、そのベータ版、実はマリオにも存在していた。1996年に発売されたマリオ64だ。このベータ版のロムに、奇妙なイベントが仕込まれていたらしい。なんでも、長い通路のような場所で、ワリオの生首にひたすら追いかけられるというものだった。具体的な発生条件は判明していないが、いくつか動画がある。ご覧いただこう。マリオが通路に行くと、U1 ファン、楽しみたい。と謎の声が聞こえてくる。そして、奥から巨大なワリオの顔が現れ、マリオを追いかけてくる。非常に不気味だ。もともと、このゲームにワリオは登場しないのだが、なぜかデータとしては存在している。開発者がいたずらで入れたのだろうか、このベータ版、1995.07.29 ビルドと呼ばれている。ビルド、とはプログラムをソフトウェアに生成する際に使われる言葉だ。1995年に作られたベータ版ということだろうか。今回は、この奇妙な話の真相を追う。今回は、個人的に面白い話でした。ただ、何も知らないでこんなイベント出てきたら確かにビビるかもしれませんね。さて、マリオ64にベータ版が存在するのか、というと本当に存在します。面白い記事がありました。ギガリーク、と呼ばれる任天堂の開発資料が大量に流出する事件がありました。4ちゃんで複数回にわたってファイルが公開されたそうで、その中に開発途中のマリオ64も含まれていました。ベータ版には、ゲームに登場しないルイージのサンディモデルや謎の敵キャラも入っていたそうです。では、前半の話も本当なのか、といえばこちらは創作だと思われます。おそらく、元ネタはこちらの動画です。1996年に任天堂64のお披露目会があったようで、この時に使用された映像ですね。U1 ファンの音声はここから使われているのがわかります。海外だと、結構有名な都市伝説のようで、様々なバリエーションが存在しますが、元ネタはこれで間違いないでしょう。いかがでしたでしょうか？今回は、ちょっとあっさり終わりました。私、ゲームの都市伝説が結構好きなので、また面白いものがあったら教えてくださいね。